はいじゃあお時間となりましたので始めさせていただきたいと思います、えー、改めまして皆さんこんにちは、えー、インターフェクスウィーク再生領域スポの、えー、事務局長をしております、えー、RXJAPAN の総田でございます、えー、本日皆さん本当にお忙しい中ですね、えー、特別ウェビナーご参加いただきまして誠にありがとうございますで、えー、ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんけれども、えー、我々 RXJAPAN はですね、えー、年間100本の 展示会を主催をしておりまして中でも私はあの医薬品化粧品の研究製造店であるインターフェックとですねそれからまあ製造 DX の展示会のスマート工場エキスポあるいはの自動車技術の展示会なんか,なんかの事務局長をさせていただいておりますで今日の内容ですけれどもおそらく今日ご参加の皆さんもそうだなというふうには思うんですけれどもあのコロナがあってからですね 今までこのリアルの展示会に使っていた予算をいろんなあのオンラインウェブの施策にあの使ってきたっていう方結構多いんじゃないかなというふうに思いますあの実際私もですねコロナがあってこの23年ぐらいなんですがあのご出展者の皆さんとお話をしていますとあのいろんなオンラインの策をやってきたんだけどもなかなかこう結果が出なかったというお話あるいはあの最近ですね 久々にこうリアルの展示会に出展をまあ検討しているんだけれども、このリアルの展示会とそのオンラインの策をこう比較して、ですね客観的にそのリアル展示会がいい理由っていうのを知りたいというご相談は非常に多くなってきました。あるいは中には、ぶっちゃけその展示会って本当に戻ってきてるのというご質問もたくさんいただいております。ということで、本日はですね、えー、マーケティングのプロフェッショナルであるですね、 ベースコネクト株式会社のマーケティングチーム、イベントマーケティング責任者の川村さまりですね、いわゆるこのマーケティング視点で考えるリアル展示会の現状と、オンライン視察との客観的な比較について、ご講演をいただきたいというふうに思っておりますで実はあの川村さんご自身もですね出展者として展示会に出展するお立場でもありまして。 かつあらゆるこうマーケティングの策をやってらっしゃる方になりますので、えー、我々主催者が語るよりも、まあ、非常に客観的で説得力があるかなというふうに思っております。でなおですねあの講演後にお時間が許せばです、ね、あの皆さんからのご質問もお受けしたいというふうに思っておりますので、えー、ご質問がある方につきましてはあの Zoom の Q&A 機能あると思いますで、えー、下の方で、ね、Q&A の機能で質問を していただければというふうに思いますはい、それじゃあ早速ご講演に移りたいと思います、えー、川村さんどうぞよろしくお願いいたしますはい、えー、皆さん初めまして、えー、ベースコネクト株式会社のマーケティングの責任者をしております川村と申します、えー、本日はですね約、えー、40分間ほどの講演となりますので、えー、最後までお付き合いの方よろしくお願いいたしますでは早速画面の共有をさせていただきながらですね、えー、今回の テーマでもございます、なぜ今、リアル展示会なのか、数字で読み解く展示会の最新トレンドについてお話したいと思います。で改めて、えー、書いてますように、現在ですね、私はです、ね、ベースコネクトという会社にいて、マーケティングとです、ね、イベントマーケティングの両方を担当させていただいています。 で初めて聞くという方も多いと思いますので本当に簡単にだけ触りでご説明しますと、えー、累計資金調達82億円というようにですね、えー、なかなか最近市場が厳しいスタートアップ業界ですがその中でもかなりですね今ご期待いただいている企業となっておりますムスブというですね140万件以上の企業情報データベースを手がけておる企業でございまして営業リスト作成で、えー、日本ナンバーワンですねおかげさまで11万社の企業様に 今、こちらのサービスをご利用いただいております。今日はですね、これはメインテーマではありませんので、えー、チャットでですね、うちのサービスの URL を送っておきますので、えー、よろしければ後でゆっくり見てください。はい、えー、こちらにからですね、えー、無料で使えるページに飛びますので、よかったら後でゆっくり見てください。で僕自身のご紹介になるんですけども、 えー、ここに書いてますように、ですね、まあ、リアルウェブ通して、ですねあの累計で450回というです、ね、で、えー、もうほぼ1年以上ですね、累足ストセミナーをしている人でして、グ、えーグルさんと一緒にセミナーしたりですとか、まあ、あとこういったですね、えー、何社か集まったミートアップみたいなものも積極的にやらせていただいていました、まあ。あくまでもコロナ前ですけども、うんで、それ以外にもですね、えー、展示会に10回以上出展していまして、これ、前職の写真で大変恐縮なんですけども、えー、2022年ですね、えー RX さんの展示会に3回ぐらいですかね。実は出展させていただいてます。東京2回と大阪1回です。なので実際に展示会にもちゃんと出てます。でラストですね、えー。僕自身、マーケターではあるのですが、イベント領域が専門ということがありまして、実は展示会に関する記事ですとか、テクニックというものをですね、5本以上書かせていただいているので、もし皆さんよろしければ後でこれゆっくり見てください。 で改めて今日のセミナーの目的からいきたいと思います。で、セミナーをするにあたってですね、毎回これから始めてるんですけども、今回のセミナーは誰の,のための何をどうやって解消するかっていうのの確認からさせてください。まず今回のセミナーなんですけども、誰かというとですね、まあ本当皆さんですね、インターフェックスウィーク東京の出店検討の方。じゃあどういった方かというと、もう少しブレイクダウンするとですね、毎年欠かさず出ていたけど、コロナ禍。 ちなみににコロナ禍ってて主に2020年1月以降を指しております。このタイミングで出店を一度取りやめて以来、まあ、正直2年間リアル展示会に出てませんと。じゃあなんで出てないのというと、ですね、やはり皆さんが衣料品の製造、原材料メーカーだからこそ、やはりコロナ禍でですね、なかなか展示会に出るということが、ちょっと慎重になっていたのだと僕は思っていますと。 でその間、どうしたかというと、先ほど、総田さんがおっしゃられたようにですね、えー、予算を展示会じゃなくて、ここに書いているようなオンライン展示会ですとか、ウェビナー、ーそういったオンライン施策に使っていたと。うん、今日はこういった方に対して、じゃあ、何が今、皆さん思ってるか。一つ目、おそらくですけども、オンライン施策がうまくいっていない。おそらく起きている状況としましたこの3つですね。薄いリードだけが増えて、肝心の商談につながっていない。そして、皆さんが扱っていらっしゃる商材って、 当然ですけども、高額商品、かつ複雑なので、実機を使ったデモンストレーションだとか、肘えー、膝を突き合わせた商談をしないと、結局、買ってもらえないよね。良さ分かってもらえないよねと。とさらに、当然、金額高いですから、意思決定までの期間が長くて、さらに複数人のですね、決済、反抗するす方がいるので、なかなか反抗をしてもらえないと。うん、とは言いつつもですね、こなんとなくオンラインじゃないなと思いつつも、 オフラインが有効だとは思いつつも、自信を持って会社に提案できない。提案できない理由は2個だなと。1つ目が、そもそも展示会自体が回復しているんですかコロナ後に。っていうのが1つ目。2つ目が、なぜ展示会じゃないとダメなのというのをロジカルに説明できない。 その心理をもう少し分解しとこうかなと思っているのが、まあ良くも悪くもですね、本当、コロナ禍まではもう当たり前ですね。あの信号は渡っちゃいけません、赤信号は渡っちゃいけませんぐらいに、本当に当たり前のように展示会を出ていらっしゃったんですおそらく皆さん。であるがゆえに、じゃあなぜ展示会なのかというのが、なかなか説明しづらい。まあ、そうですよ、なんで空気吸うんですかっていうのを説明できないんですよね、同じく。まあ、大事なことなんですけどね。まあ、それぐらい、ある意味こう、出ることが当たり前になっていたりと。なっていたと ですから今日は皆さんに対して、その展示会ってなんで出るの展示会ってどこがいいのというのをですね、この3つ、マーケティングの観点から、2つ目、オンライン施策と比較して、ラスト、今回 RX さんにご協力いただいたんですけども、展示会が回復しているという客観的な推奨ですね、この3つを使ってご紹介したいと思ってます。これが数字で読み解く展示会の最新トレンドでございます。なお皆さんが一番気になるですね、展示会の推奨ですね、ここ。 先ほどの相田さんに調べていただいたんですが、この後出てきますので、ぜひお楽しみにしておいてください。では早速ですね、マーケ観点で見た展示会の良さというのをご説明したいと思います。まず、展示会の良さを語るにあたってですね、まず B2B と B2C マーケティングの違いというところから始めないといけません。いいうののはいわゆる対法人向けの マーケティング。要は皆さんがやっていらっしゃることですね。で、B2C というのは、例えばお菓子だとか、例えば飲料水のような、えー、一般カスタマーですね。向けのマーケティングになっています。まあ、いろいろですね、違いっていうのはあるんですけども、大きく分けて3つあります。まず1つ目、ここですね。利用者と購買の際に重視される点でございます。B2B の場合、買う方と使う方が一緒とは限りません。というか、ほぼほぼ違うことがほとんどです。 それに対して B2C というのは、買う方と、そして使う方って一緒ですよね。まあ当たり前ですけど、テレビコマーシャル見て、美味しそうなお菓子があったら、コンビニ行って自分で食べるっていうことをするけども、B2B の場合は、こういったことがほぼない。そして2つ目が、その商品を買う際に何を重要視しているかというとですね、 まあ、B2C に関しては先ほどテレビコマーシャルって話をしましたが、まあ、知ってるかどうかも含めて、ブランドだとか付加価値ですね、えー。例えばダイエットコーラだったらカロリー低いとか、ああいったもので皆さん買うんですね。それに対して B2B、皆さんのようなメーカーさんが提供していらっしゃる、もしくは資材を提供していらっしゃるものですと、大体機能とか実績ですね。こういったものを重要視して買うか買わないかというのが決まっています。 要するに B2B の難しい点、1個目はですね、複数の意思決定者、要はハンコ持ってる方に対して、複雑な商品機能とか導入メリットを納得してもらわないといけないんですね。で、オンラインで皆さんいろいろマーケ、今、施策打っていらっしゃると思うんですが、うまくいかない理由って、基本的に Web を使った戦略っていうのはですね、基本、ほぼ人にしか刺さらないです。どういうことか。あの、ウェビナーは別なんですけども、 一つのパソコンをですね、5人関係者が集まって見て、バイバイガヤガヤ喋ることなんてほぼないじゃないですか。でもこれだと B2B の場合売れないんですよ。なぜかというと、複数の人に同時に納得してもらわないと商品買ってもらえないんですね。ここが B2B が B2C と難しいということですね。違いとして。続きまして2つ目いきましょう。はい。長期間ですね。これはどういうことかというとですね、当然、 商品が高い、かつ決済者が複数いる場合ですね、検討期間っていうのは長くなります。まあ、B2C でも家とかだとイメージ近いと思うんですけども、高い製品って残念ながらすぐ買ってもらえませんよね。となると長期間検討されますと。そうなった際にですね、あの、複数のですね、ユーザーさんの検討段階に合わせて、継続的に興味関心を持たせるような仕掛けですね、がないとダメですと。例えば、イメージしてほしいんですけども、 皆さんの商品を買いたい、興味あるとい,ういらっしゃった方に対して、ひたすら同じパンフレット資料だけ毎回渡したとしたら、お客さんはどう思いますかねもういい加減にしてほしいと思いますよね。これ何かというと、お客様の検討段階に応じて、例えば見積もりが欲しいとかね、デモ機見たいみたいなニーズがあるにもかかわらず、ひたすらパンフレットを持っていくっていうのは、実はお客さんの興味、関心に合わせてないんですよね。だから売れない。そして、この 興味関心っていうのは、まあ、当然連続性を持ってきますので、どのお客さんが今どの状態でどの商品、どの教材、どのデモ機を当てればいいかっていうのをこちら側が分かってないとミスマッチが起きちゃうんですね。これが難しい。フェイスゥフェイスだったらこう空気感を読んでですね、あ、次デモ機ですねだとか、次見積もりですねというのが分かるんですが、オンラインだと顔が見えないので、今この瞬間に何を出していいかよく分からないなということが割と起こりがちです。 まとめますと、ですね、B2B の場合、複数の意思決定者に対して、複雑な機能、商品のメリットを納得してもらい、さらに継続的に興味、関心を持ってもらい、最後、もう一つ足しているんですけども、しかも嫌がられないように営業史を消しながら、意思決定のコロナ禍のキーマンに近づくという、この3つをクリアしないと、製品売れないんですよ。 B2B の方で多いのが、展示会みたいなリアルの営業された方が急にオンラインでなんでうまくいかないのって思われるんですけども、実はここのあたりをですね、実はリアルとウェブだとできる、できないっていう大きな違いがあります。なお、この3つをできちゃうのが展示会です。皆さん、今までコロナ前、展示会でなんで決まっていたんだろうというふうに思われるかもしれませんが、 今お見せしたこの3つの B2B の売るにあたっての障壁を展示会だとクリアできるから売れてたんですね。でもう少し詳しく言うと、ですね、一番上の問題に対して、展示会なら何ができたかというと、ですね、こういうことですね。複数の意思決定者とその場で商品機能のメリットについて、まあ、1時間とか普通にしゃべれるんですよね。膝つき合わせて。これは大きい。そして2つ目。この人、どんな興味関心あるかわからない。 ただし、展示会のブースをちゃんと作っておけば、パンフレット渡します、デモ機見せます、商談します、見積もりしますといったように、ですねユーザーの興味関心に応じて、最適なコンテンツをその場で臨機応変に当てることができるんですよ。だから売れたんです。ラスト3つ目、この営業誌をどう消すかというのは本当シンプルでして、展示会なら堂々とキーマンにキャッチで近づくことができると。 通常電話とかだったら部長にやましてくださいって言ってもですね、いやダメですと受付ブロック食らいますけども、展示会の場合、その部長が目の前歩いてますし、場合によってはね、ハガキとかをお送りして、あの何月何日展示会やりますので来てくださいねって言うとですね、わざわざ先方の部長が来てくれるんですよ。これがすごく大きいですね。で実際これ事例と書かれているんですけども、これ何かというとですね、RX さんが一生懸命作られたですね、 インターフェックスウィークさんで、実際にうまくいっている企業さんの事例になっています。よかったら後でこれゆっくり見てください。で、いろいろいいこと書かれているんですけども、あの、じゃあ、この人たち、僕は言ってる内容を今の3つのですね、メリットと照らし合わせると実はこうなってます。いまず一番最初、耐性加工の岩田さんはこうおっしゃってますね。えー、赤線の引いてる部分なんですけども、 テーブルに座って説明とサンプルを見ていただくことということもコロナ禍でもやってます。そうなんですよ。コロナ禍でも本当に興味のある方は椅子に座ってしっかり話を聞いてくれる。わざわざ電話をしてウェビナーやらなくても本気の人はむしろ本気の方しか来ないから。展示会もコロナの状況だとね、特に。うん、だからこそしっかり話せる。 そして、久保さんはこうおっしゃってます。浜田工業の久保さんですね。お客様のニーズに合わせて詳細をうちは揃えてますと。と複数の詳細を選定し、それに合うパネルですね。ですとか資料を揃えていて、えー、お客様のニーズに合って答えてます。要するにこれはですね、ブース内にしっかりコンテンツ、展示物を用意しておいて、ユーザーさんが、このユーザーさんは何に興味があるか、どの順に何を見せればいいかっていうのが、ちゃんと設計されているという話です。で、ラスト3つ目。 えぇ、ー、公和異性の幼いさんですね。がおっしゃっているのは、展示会は通路を歩いている人全員が見えるので、こちらから話しかけたりできていいですよね。はい、こういうことですね。営業マンが、営業担当が堂々と近づくことが許される。そう、展示会というのは繰り返します。先ほどの事例にもありました通り、B2B B でありがちな三大のお悩みですね。いろんな人が、決定者がいて、 商品が複雑で話せないという問題に対して、一度に関係者が集っていただき、しっかり膝を突き合わせて話すことができる。2つ目、展示物を使って、その場で興味のあるものをクイックに出すことができる。場合によっては、チラシから、ね、パンフレットっていうふうに、どん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 最後、デモ機とか、ね、見積もりみたいな感じで、その場で一気にです、ね、お客様の角度を上げることが可能となっています。そして3つ目。 展示会は営業マンが近づいても、営業担当が近づいても怒られません。そういうわけで実は、展示会っていうのは繰り返しますが、B2B が売れない三大リーグを全部クリアしているので、売れてたというのがあります。だから展示会は、B2B の中でも特に高額商品ですね。特に実機を見せないと売れない商品に関しては、ものすごく相性はいいです。逆にオンラインは相性悪いです。 理由は繰り返しますけど、今言ったような工程ができないからですね。では続いて2つ目、そのオンラインの施策と展示会を比較した資料をこの後お見せしたいと思います。で展示会のですね、えー、そしてオンライン施策と比較する際にメリットとデメリットを僕の方でまとめさせていただきました。で展示会のメリットはですね、まあ、この後説明させていただくんですが、マーケティングの工程。皆さん製造業って 製造工程あると思うんですけども、同じようにマーケティングにもですね、工程というものが存在します。そして展示会はこの工程を大幅短縮することが可能となっています。でさらにですね、えー、ある程度こう、マーケのですね、知識がなかったとしても、人手と営業力でカバーできちゃいます。それはなぜできるかというと、その場で臨機応変にメンバー同士が安の呼吸で動くことができるから、 だから、マーケタントが社内にいなかったとしても、人手がいっぱいあるとか、営業力が強い会社だったら、展示会の場でガンガン制約を上げることができました。反面、デメリットはですね、まあ、書いてます通り、人手がかかる。で、あと、開催頻度と場所が限られていると。なので、展示会のタイミングを逃してしまうと、じゃあ次1年後ということが普通に起こっちゃいます。それに対して、オンライン施策ですね。メリットはですね、まあ、これも実は工程と同じなんですけども、マーケの工程を自動で進められる。 といいうのが大きいですね当然、そのオンライン施策ですので、まあ、24時間365日、勝手に動いてくれますから、えー、営業マンだとか、えー、もしくは広告ターンとか何もしなくても、勝手にネットがやってくれます。ただし、デメリットとしましては、ですね専門知識を持ってないと正しく動きません。これをですね皆さんの業界で例えると、まあ、こう言えるかなと思ってますと、はい、展示会って家内静止工業だと僕は思っているんですね。どういうことかというと、ですねこういうことですね。 一箇所の場所、まあ、ブースという一箇所に、先ほどお伝えしたパンフレットとかデモ機といったものが集まっていて、マーケティングの戦略が分かってなかったとしても、なんとなく、こう、あうの呼吸、あれ取って、はいよ、ですとか、このお客さんって、相手て話した方がいいよね、といったものを、職人仲間ですね、ある意味皆さん、展示会の場にいらっしゃる方って、もう営業のプロですので、営業のプロ同士が、あうの呼吸で売ってたんですよ。 展示会って、これはいい悪いではなく、えー、こういうものだと思ってください。展示会は、熟練したメンバーが集まって、その場で最適なマーケの工数を回している場でした。それに対してオンライン施策って、例えるならばこれですね、工場の和工場でも、えー、ファクトリーオートメーションですね、が効いている工場と思ってください。ですから 資材とか部品というものが完璧に揃っているかつ、はじめまして、こんにちはから買いますまでの工程がしっかり明文化されていて、どの順に何をどのタイミングで出せばいいかが完璧に理解できてたら、確かに流れるんですね。自動で。工場と同じですと。ただ、工場でイメージしてほしいんですけど、あとある 機械1個だけ買ったとしても、製品で作れませんよね。複数の機械を組み合わせて、複数の材料を組み合わせて、正しい順番、目分量があって、その最適なタイミングで作業をすることで、初めて自動で作り上げられるものなんですね。でオンライン施策で大体皆さん、失敗する理由って、一部しかやらないからなんですね。もしくは、正しい組み立ての手順が分からないにもかかわらず、機械だけいっぱい買ってくるんです。 これ大体失敗しますと。工場に立てるイメージですと分かりやすいと思うんですね。それって言うならば、今までですね、はい。こう、社内製手工業、まあ、あうんの呼吸で展示会をやっていた人たちがですね、コロナ禍で人が集まるの難しくなったから、よし、とりあえず適当に材料と適当にロボット捕まえてきて、買ってきて、全自動の工場を作るかって言っているに等しいことなんです。これどれだけ無茶か分かりますので、ね。実は展示会とオンライン施策って、 マーケという観点でやれば確かに内包されるんですけども、限りなく遠いもの、秘策として、反対な秘策なんですよで。どっちがいい、どっちが悪いんじなく、別物なんですねで。よく言われるのは、展示会でうまくいってたのに、なんてオンライン施策でうまくいかないだっておっしゃるんですけど、まあ、そ当たり前なんですよ。なぜかというと、全く違う分野だから。職人さんが青うんの国でやっていたものを、ある日、明日から、コロナ禍だから、工場を建てようぜと言っているようなものなんですね。 確かにこの職人さんが自分のそのね、やっていた工程を完璧にこう、工程表を作って必要な材料がね、目分量じゃなくて何グラムタイまで分かって、どのタイミングの何分何秒に投下して、それを投下できるロボットシステムを作れるようだったら確かに製品はできるし、オンライン施策で言うと売れるんですね。だけどやりがちなのは、 とりあえず、ここの工程だけロボットを買ってきましたとか、なんとなくこれぐらいかなっていう目分量で試作をやってるので、大体失敗するんですよね。だから何が言いたいかというと、皆さんなぜ失敗したかなと言われると繰り返します。この全く別物なので、えー、それはそうですよというのが僕が言いたいことですね。で、でその際に、じゃあ次回ですね、うまくオンライン試作をやるために、まあ、もしくは展示会もマーケ工程を アうンの呼吸でやってたって話をしたんですが、じゃあ、マーケ工程って具体的にどういった工程があるかというのをですね、えー、ここに書いてますようにですね、この工程というものを実際の図でご説明させてください。まあ、よく一般的に使われる図なんですけども、これはあのインプレスさんからですね、えー、引用させていただいてます。ご協力ありがとうございますで。工程としましてはですね、基本的にはですね、あのベルトコンベヤーのようにですね、あの左から右に順番に流れると思ってください。 まあ、非認知って書いてるのですね要するに商品のことを知らないっていう状態から、まあ、制約ですね、でその後に、えー、顧客維持ですね、お得意様になってもらうっていう工程が左から右に順番に並んでいて、えー、工程ごとにですねお客様との関係性というものをですね言葉にしますと、まあ、認知、知ってもらう、まあ、サイトに来てもらって、情報を取得してもらい、関係を強化し、商談をし、買ってもらい、そしてお得意様になってもらう。 で、これらの工程をするために必要な材料がこの下ですね。これ、いわゆるコンテンツと呼ばれるものがこのように大量に必要になってきます。なお、今日皆さんが参加してらっしゃるウェビナーというのは、この B2B マーケットの工程でいうと、情報獲得と関係強化の間に含まれていて、えー、お客様にですね、今言うべきな情報をお伝えしながら、えーまあ、関係性を強化してらっしゃると、RX さんが。といった立ち位置になっています。このようにですね、 これベルトコンベアと思ってください。このベルトコンベアのタイミングを見計らって、こういったコンテンツ、皆さんで言うと資材を投下することで、どん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 左から右に流れていく。逆に言うと、これを投下しないと正しい完成物ができないので、制約までいかない。そして、この図を完璧に理解し、完璧なタイミングでコンテンツ投入ができないと制約はしません。製品もそうですよね。 何分何秒温めるとか、えー、どれぐらい何グラム入れる、えー、もしくはその入れるその頻度といいますか、スピード感とかも全部計算されてるはずなんですよね。そういったことをマーケテもやらないと売れません。そしてここに書いてますように、バラバラにやっても効果薄いんですね。ありがちなのはさっき言いました通り、この工程とこの工程だけやってますとか、この工程に必要なもののうち3つのうち1個しかないですみたいな方って結構多いんですよ。 でそれはあまり意味がないですと。あくまでも、もう、マーケーを通した、オンライン施策を通した制約も、皆さんがやってらっしゃる工場運営も同じですと。1から100までちゃんと道筋が立っていて、順番に何を渡すか、何を見せるかというのが決まっている必要があります。これを、が分かっていて、初めて自動化ができるんですね。 やっちゃだめなのは、この1工程だけ、もしくは飛んでこの2工程だけ自動化するとしたら、当然材料足りませんから、最終的に出てくるものが、えー、欠品といいますか、よくない製品になっちゃうので、製品として成立しない、要は売れない、マーケット観点で言うと。だからうまくいかなかった。今、皆さんはです、ねあのまあ、初めての方もいらっしゃるかもしれませんが、B2B マーケティングの工程というもの。 そう。マーケにも工程があるから、この工程表をちゃんと理解しないと、オンラインでも売れないんだな、というふうに思われたと思います。そこで皆さん、もう少し深く突っ込むとですね、じゃあなんでこの工程表を知らなかったのに、展示会だったら売れたんだろうと思われる方も多いと思います。実はですね、先に言うとですね、展示会って、このマーケの工程が、ほぼ全部詰め込まれているんです、ね。実際に見ていきましょう。これ、僕らが出展した展示会のブースです。 先ほどの工程表を思い出しながら改めてブースにご注目ください。はい。実はこうなってます。事例。ここの大画面で通常動画を流しながら30分に1回僕らセミナーしせました。ここ商談ブースです。まあ、朝ので人少ないですね。はい。で、ここが営業資料こちらの図。事例。 ま、ここでセミナーと動画当然やってますし、こちらでノウハウ集とか、ホワイトペーパー。ホワイトペーパーというのはいわゆるノウハウ集ですね。え、をお配りしてました。あれこれって、さっきの B2B のマーケの工程でいくと、ここに該当するなと、鋭い方は気づかれたと思います。そうなんですね。B2B マーケットで必要なコンテンツ、 いわゆる制約に必要な材料っていうのは展示会内部に揃っているんですよ。さらに突っ込みますね。さっきはあくまでブースの話です。今回は事前準備編です。よく RXJAPAN さんから製品検索に登録しましょうね。招待状を送ってください。よかったらサイトに掲載とかプレスリース打ちましょうねっていう話をされると思いますと。じゃああれなんでされるかなんですが、実はですね、これもマーケ観点で 理由がありまして、これだって要はウェブサイト、どっちかというと RX さんの展示会に来る新規のお客様向けのウェブサイト、でこっちはうちの自分のお客、えー、サイトに載せますので、既存のお客様へのウェブサイトの訴求。で、ラストこれ、これは、まあ、メールですね、まあ、リアル、えー、の郵送 DM とメルマガっていう2形態があるものの、これはいわゆるメールというものに値します。これはですね、実はこうなっています。 緑の点にご注目ください。RX さんの製品情報に登録する、もしくは自社のウェブサイトに載せるっていうのは、ここの工程をカバーします。そして郵送 DM とかメルマガを送るというのは、実はここの工程をカバーリングしているのに他なりません。よく、あの、既存のお客さんに郵送 DM を送る方多いと思うんですけども、あれってうのはここの工程ですね。顧客維持の工程に実は該当いたします。そう。展示会って、 B2B のマーケの工程に必要なもの、コンテンツ、そして接触ポイントが揃っているんですよ。今まで皆さんは何とはなしにパンフレット、何とはなしに事例、何とはなしにデモ機、実機、やっていらっしゃったと思うんですけども、あれって自然と、まあ、皆さん営業経験長いと思いますので、自然と必要と思ったもの、このマーケの工程で必要と思っていたものを自然と用意してたから、だから売れているんですよ。 展示会で。そう、繰り返しますね。このピンクで囲っている部分が制約までに必要なマーケにおけるコンテンツです。ここですね。そしてこの緑で囲った部分がお客様との動きをスムーズにさせるためのつなぎみたいなものですね。ここ見てくださいね。展示会ってよくこのマーケの工程表を見るとですね、あくまでもこの 一つの流入窓口みたいな書き方をされていることは多いんですけども、実は展示会はですね、そうじゃないんですよ。とてつもなく広い工程をカバーリングできるポテンシャルを持っています。展示会は単なる1チャンネルではなく、B2B マーケットの全工程をカバーする力がある。だから制約が出る。そして、だから展示会からオンライン施策に乗り出したら失敗するんですよ。 なんで繰り返しますね。オンライン施策やります。リスティングやります。OK です。別にそれはいいです。はい、ただし、リスティングって、この全工程カバーしないんですよ。だから、この工程だけカバーするとしても、あと工程ちゃんとやらないと、それなら売れませんよねと。展示会は出るだけで全工程カバーできるんですよ。だから、出たら売れるんですよ。皆さんがオンライン施策で商品売りたかったら、この工程表を見て、リスティングとこれ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 っていうふうに全部をやらないと売れないんですね。 だから展示会をチャンネル、チャンネルを変えよう。展示会ではなく広告だ。展示会ではなくウェブ広告だ。この考えは捨ててください。なぜかというと、展示会はチャンネルではなく、マーケーの全工程をカバーしている、まあ、言うならばですね、もう特大の一つのですね、バカでかいコンテンツなんです。だからスイッチング。オンラインから逆だ。オフラインからオンライン。 展示会から Web。この安易な考えでいくと大体うまくいきます。そしてもう一ついい点ですね。展示会って B2B マーケット全工程をわずか3日に圧縮してるんですよ。この認知から、まあ、商談ですね。まあ、場合によっては顧客維持まで入るとは思うんですけども、これを3日間に超圧縮してるんですよ。Web だったら、こう、1回1回ね、やらないといけないものをその場の熱量と、 3日間しかないっていう、その時間制限を設けることで、その場で一気にユーザーを、まあ専門用語で態度変容と言うんですけど、一気に認知してない段階から一気に制約まで持ち込めることができる。だから、B2B マーケにおいて展示会って特異的な存在なんですね。ただ逆に言うと、各種コンテンツが揃ってないと、B2B マーケの工程が展示会内部でうまく回りません。例えば、DM を送るの忘れたですとか、あ、製品、 検索登録忘れたーですとか、あ、やべえ、今回あのパンフレットしか持ってきてない、時期動きませんってなると製品売れないんですよ。なんでかっていうと繰り返します。展示会って出るだけじゃ売れないんですよ。展示会の中に必要なコンテンツを皆さんは今まで何とはなしに揃えていたんですけども、今後は意識してこれを揃えてください。それによって展示会内部3日間で高速で B2B のこの工程が回るから製品が売れるんですね。 さっき、蒲田工業の常務の方もおっしゃってました。お客様に応じたさまざまなコンテンツを用意しているから、蒲田工業さんは展示会で商品が売れているんですね。展示会に出るだけ、間によってはチラシを渡すだけの企業さんは、それは売れませんわと。なんでかというと、それは展示会をフルに利用してないから。単なる1チャンネルにある,ある意味、落とし込んでいる、落とし込、えー、わ,わずか1チャンネルに、えー 制限しちゃってるから、機能も。もう非常にもったいないです。ちゃんとユーザーの興味関心に合わせてコンテンツを作ってください。実際、このあたりのコンテンツを用意することで、劇的に成果を上げることができます。ここで言いたかった話は、展示会っていうのは1チャンネルではなく、すごい可能性があるよと。マーケの工程をわずか3日間に超圧縮できる、超短縮できる、素晴らしい小物である。反面、コンテンツがないとスカスカになってしまうので、 今日皆さんは B2B マーケにおける必要なコンテンツというのを理解されたと思いますので、これがちゃんと展示内に、ブース内に設置できるようにご準備してください。これによって展示会を100%活かすことができます。ラスト、えー。じゃあ実際に回復しているのという話で終わりますね。長くなってすみません。はい。これはですね、RX さんにご協力いただきました。意外とですね、こういった数字ってまとまっているものがないので、ぜひ今日お持ち帰りください。実はこうなっています。はい。 インターフェックス東京さん、皆さんが検討中のもの。それ以外にですね、直近開催された3つの展示会のデータを、実は RX さんにまとめていただきました。赤字はですね、まだ開催してないので、えー、想定数字となっております、えー。コロナはですね、2020年の1月にですね、緊急事態宣言が発動されて、一気にですね、あの自粛モードになりました。ですので、これ見ればわかるようにですね、えー、ネプコンジャパンさんはギリギリ間に合ったんです。 だから来場者数だとか出展者数がほぼ維持できたんですけども、それ以外の展示会ですね、今回のインターフェックスさんもですね、やっぱりコロナで大打撃を受けています。ちょうどコロナから1年後ですかね、12月でした。ですから、うん。だから厳しかったですと。ただその後、徐々に数字が回復してきまして、直近、昨年はどうなっているかというとですね、大きく水準ですね、は回復しております。 ドリングジャパンサンダーだと、実はコロナ前ですね、えー、とほぼ同じ水準というか、超えましたね、えー、まで来てますし、えー、直近開催されたものも大きく数字が伸びております。ですから、皆さんです、ね、大丈夫なの、コロナ、こんだけ流行っている、まあ、今ね、えー、第5類になりましたけれども、えー、大丈夫なのって方、多いと思いますが、実は2020年1月、確かにそこでした、リアル展示会自体。 まあ当然ね、密なのでダメですよって話が政府が出てましたけど、そういったものも今乗り越えて、展示会自体大きく回復してますし、今回、インターフェックスさんに関しては、ですね、えー、コロナ前、2019年の7月とほぼ同水準のお客様がいらっしゃるというふうに想定してらっしゃるようですので、えー、ぜひ皆さんですね、まあ、当然、これよりも数字多いと、まあ、ほぼ確実だと思いますので、えー、心配してらっしゃる方がいらっしゃったら、この表をですね、 上司の方に見せてててていいいいいいたたただだ展示会は回復しししままますすよという話をしていただきました幸いでございますちょっと時間長くなったんで、最後まとめますね、えー。今回の目的ですね、は、インターフェックスウィーク東京の出展検討者の皆様のオンライン施策がうまくいっていないが、えー、展示会が有効だけど、なぜ有効なのか、説明が難しいというのに対して、この3つの観点の資料をご用意して、お話をさせていただきました。 今日すごく話長かったと思うんですけども、最後にですね、あのー、この後、パワーポイントでこの10枚をアレックさんが皆様にお送りしますので、この10枚を使ってですね、あの、展示会に出られる際は、あの、提案資料を作ってください。今日長かったんですけど、大事なポイントはこのスライド10枚ですね。1枚目、展示会伸びてますよ。2つ目、B2B と B2C はマーケが違いますよ。これが B2B のマーケの難しい3大ポイント。 その3段ポイントにおいて、展示会というものはそれぞれすごく有効です。これ実際、展示会の図ですね。で、展示会とオンライン施策をメリット、デメリットというもので分析したときに、マーケの工程というものが実はポイントになっていて、展示会というものはですね、マーケの全工程をカバーリングできると。ただし、ここに書いているようなブース内だとか、事前準備をしっかりすることで、その進化を始めて、 生出すことができる。実際にその進化を出している企業様はこちらです。という10枚の資料をですね、皆様、後ほど RX さんが送ってくださいますので、こちらを使いながらですね、展示会に出たいと思っていらっしゃる方は、上長の方を説得してください。最後にまとめます。展示会はマーケー営業観点から見て、非常に有効な手段です。今日のノウハウを使って、ぜひ成果を出してください。そして展示会はですね、継続出展をお勧すすめです。えー、特にですね、あの展示会の場合、大きな金額を買う方、 メーカーの方とか多いと思いますので、えー、検討期間長い場合やはり展示会に継続出展して関係性を構築するキープするというのも大事なポイントとなっておりますではちょっと長くなってしまいましたが一旦僕のお話は以上となります、えー、ご清聴いただきましてありがとうございましたはい川村さんありがとうございましたあ,のありがとうございましたです、ね、今まで結構ふわっとしてたこう展示会のまあ出る意味とかですねあるいはこうどういうコンテンツを揃えるかですとか あれオンラインのこう施策との違いというのは非常にマーケティング施策でえ非常にこう整理されまして非常にありがとうございました。こんでもございます。ありがとうございます。という中でえっ、ー、ともしご質問があればですね、えー、Q&A のところから、えー、ぜひ投、えー、げていただければというふうに思います。でちょっとじゃその間に、えー、とアナウンスですけれどもあのー、アンケートもですねぜひあの15秒ほど,でほどで終わるアンケートになりますのでぜひ皆さんお答えいただければと。 ですがアッーケートについては投票というボタンなんですかね。投票というボタンを押していただいてアッーケートのご答えいただければというふうに思います、はいあの。インターフェクスウィーク再生量エクスポですね、次7月ご協力サイトですね、ありまして1.5倍に拡大してまたやらせていただきますので、まあ、興味がある方、えー、ぜひ、えー、出店の、まあ、興味が湧いたというところにチェックをいただければ詳細資料も。 じゃ、はいね、ちょっとあのアンケートの答えた方はお答えいただいてですね、ターあのご質問等と大丈夫そうでしょうか、皆さん。ちなみにあの僕はですねあの、今の会社以外にもですね、まあ、マーケットのご相談に乗らさせていただいたりもするんですけども、ちょうど昨日ですね、あの RX さんの別の展示会に出る方から実はあのご相談をいただいてですね、やっぱりいただいたのが、コロナ禍における展示会ってこうどうすればいいですかっていうのをいただいたんですけども、割とその聞く話、僕らもそうなんですけど、意外と皆さんそんなにこう今心配してないっていうのがありますね。なのでなんか展示会のためにこう手袋しますとか、すごい防護マスクしますとかをすると逆に今の展示会だと浮いてしまうので、 あの当然ねあの、座れる際に消毒するだとか、えーまあ、マスクするっていった最低限のマナーは必要ではあるものの、コロナだからといって、ですね変に身構えて、なんかアクリルパンにいっぱいつけるとか、そういったことはあまり考えなくてもいいかなとは思ってはいますねあのインターフェックスの来場側、あのお客様側であるあの医薬品メーカーさんって、まあの、やっぱりコロナっていうところで言うと、ですねあの、まあ、2020年とか21年は結構。うん あの外出気にされたりっていうのが多かったんですが最近結構お話をする機会が多くてですね夜勤メーカーさんの皆さんここ23年ぐらいあの会食ももうほぼなかったそうなんでインターフェクトで逆にパーティーやってくれませんか <laughs> なるほど、ね、なるほど <laughs> あの以前は実はコロナ前でやってたんですがその時に3400人ぐらいですかねインターフェクトのパーティーにもご参加いただいておりましてでこの23年全くやってなかったものですからむしろそのパーティーといった会場で ざっくばらに話せる場が欲しいというのは結構強烈に言われてますので、まあ、むしろそっちの方に寄っているような感じですね、今は。そうしました。まあそうですよね、やはりなかなかこう展示会みたいなものがないと、こう大手を振ってこう人と会うことができないので、うんはい、だからもし皆さんがこの、ね、特にこの数年間、オンライン施策で大量のリードを抱えてらっしゃる方がいらっしゃったら、 なおさら展示会に出た方がいいと思ってます。うん、え当然、そのメルマガを送るだけでユーザーとの関連性が構築できたら最高なんですけども、世の中はそんなに甘くないので、あの、薄いリードこそですね、ちゃんと展示会に出てですね、実際に会いましょうよと、実機見せますよっていうふうに、こう、うまいこと使ってくださいね。あの、繰り返しますが、その別にオンライン施策自体が悪いことじゃないです。ただし、ちゃんと全体のマーケの工程を知っている上で、施策をやる。 で皆さんもし全体の構成が分からなくて、薄いリード取っちゃったらどうしようと思われたら、そんな方こそ、なおさら展示会と連動させて、リアルの場にこう、ね、来ていただいて、角度を温めるということをすれば、展示会ってこ,こに書いてる通り、いろいろ大変ではあるです、正直言うと3日間、大変ではあるんですけども、マーケーの機能のほぼすべてを持っているので、雑にリードを呼び込んだとしても、なんとかなるんですよ、意外と。 だから変にウェブ施策をこれ以上、ね、広げて、泥沼にはまるよりも、まあ、とりあえず一回展示会で全部リードをホットにしようっていうふうに雑に使われた方が、成果高まったりします、これは本当です。というちょっとです、ね、あの裏話といいますか、よくいただくご質問にお答えいたしました。他には大丈夫そうですかね、何か困ったことがありましたら、お気軽に Q&A、もしくはチャットからご連絡ください。 はい、ありがとうございます。じゃああのお時間も迫ってますんで、以上にしたいと思いますが、えー本当にですね。今日はあのま1、あ、番印象。良かったのは、オンラインとえー、リアルの展示がもう別物だという風うに考えていただいて、両方で結果出るようにですね。やっていただければとい思いますし。しえー、皆さん参考になれば幸いでございます。はい、じゃあ改めまして、河原さん、本当に今日はありがとうございました。おめでございます、はい。はい、じゃあ以上でえー、本日のウェビナーを終了いたします。えー、皆さん、長い時間。 長い時間ですね、ご清聴いただきまして本当にありがとうございました。ありがとうございました。失礼いたします。失礼します。